ちは、本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さつがわです。今日はですね、というか、まあ、今日もと言えるかもしれませんが、レンズの、お話ししていきたいなと思います。で早速なんですけれども、皆さんマクロレンズって持ってますか？今日お話しさせていただくレンズは、中望遠のレンズなんですけれども、なんといってもこうマクロレンズなんですよね。で僕はこれまで持っていなかったんですけれども、まあ、年末に、マクロレンズ購入してまして、で、まあ、ちょっと年末年始挟んで、ようやくちょっと試せたので、今日はそのなんで買ったのかとか、あとは使ってみた感想みたいなものを、皆さんとシェアできればと思って、この動画を撮っています。はい、改めまして今日ご紹介させていただくレンズはこちらです。シグマの 105mmF2.8DGDN マクロアートというレンズになります。ではまず最初にマクロレンズとは何かという話を少しさせていただければと思うんですけれども、その被写体を大きく描写できると、よりこう接写できるような形で撮影が可能なので、なのでこう小さなものでもこう大きく描写できることで、普段肉眼で見る風景がこうマクロレンズで映すことによって、よりこう細部まで捉えることができると。それによってやっぱこう非日常的な表現ができたりとか、いつもとは変わった表現ができるというのがこのマクロレンズの特徴になると思います。で、まあ、今回なんでマクロレンズ買ったのかっていう話なんですけれども、まあ今の話につながるんですけれども、やっぱり自分のこう作品とか、まあ、動画写真の中でこう今までとは違った表現を身につけたいなって思ったんですよね。例えば風景一つ撮るにしても、こう広大な風景を広角のレンズで捉えた時に、逆にそこに生えてる植物をですね、このマクロレンズで接写して撮ることで、よりその動画や写真作品そのものにこう奥行きが出るかなと思ってまして、なので、まあ、自分の表現方法の一つとしてマクロレンズは持っておきたいなと思って、まあ、この度購入しました。はい、それでは早速レンズの詳細見ていきたいと思います。まずは外観になります。ざっとこんな感じになります。はい、レンズフードをかぶせてみました。こんな感じですね。で僕シグマさんのレンズは初めてなんですけれども、結構デザイン的なイメージとしてはもう真っ黒漆黒なレンズっていう印象がありまして、まさに、はい、基本的にはどのパーツもブラックで、統一されていますね。ここが、絞りリングですね。でこちらが、F 値を調整する、リングになってます。で、ボタン類はですね、逆向けまして、ここにまずは、クリックですね。絞り値調整リングを、操作する操作感を滑らかにするのか、まあ、カタカタカタというような操作感にするのかっていうところの切り替えとですね、見えますかね、ちっちゃくてすいません。これに、ね、3段階ありまして、フル 0.5m から無限、0.295 から0.5m という表示があります。つまり、ここの、幅の焦点距離の中で、レンズの方でピントを調整してくれるということになります。つまりこれは、例えば近くのものから遠くのものにピントを合わせようとした時に、フルであればちゃんとグーッ と、オートフォーカス効かせてくれるんですけれども、例えば 0.295 から 0.5m この幅でしかピントを調整しないという設定にしておくと、この幅でさっと、ピントを合わせてくれるのは早いんですけれども、これより奥のものにピントは合わなくなってしまうので、そこら辺結構そのランダムに遠くのものと手前のものを、いろいろと撮影したいという時はフルで、撮影した方がいいと思いますけれども、逆に近いものばかり撮影したいっていうケースの時に、この範囲を、制限しておくことでよりピント合わせが早くなるというようなことを、まあ、促す設置になってます。はい、で、その上が AFL ボタン、まあ、機能を、このボタンに割り当てることができます。でその上が、オートフォーカスマニュアルフォーカスの切り替えスイッチで、その他に、逆側にもう1個離れたところに1つスイッチがあるんですけども、でこの F 値をですね、こうオートに設定した時に、このオートから動かないようにするためのロックみたいです。今ロックしたんですけれども、ロックするとこのリングが固定されちゃうんですよね、回らないと。で例えば動画撮影とかしてるときに、ちょっとこのリング触っちゃって、F 値が変わっちゃって、こう急に暗くなっちゃったりとか、まあ、そういうことがたまにあるんですけれども、まあ、そういうのを防ぐ、スイッチになってます。なので、まあ、こういう細かい機能まで、たくさんついているので、かなりありがたいですよね。レンズを、カメラにつけてみました。一応全体としてはこんな感じになります。ちょっとやっぱり、多少長めというか、はい、こんな感じになってます。
こら辺のこう全体的な長さっていうのがジンバルに乗せた時どうかっていうところが結構気になってくるかと個人的には思うんですけれども、まあこの中望遠 105mm ぐらいのレンズをあのジンバルに乗せるっていうことも、まあ、あまりこう想定できないんじゃないのかなと思ってまして、はい、基本手持ちということであれば、まあ、あのめちゃくちゃ重くもないので、全然大丈夫かなと、今のところ思ってます。はい、それではここからはレンズの詳細いってみたいと思います。レンズの詳細はこんな感じです。そして今日も、恒例のカンペ失礼します。はい、まずこちら焦点距離が 105mm で F 値が 2.8 から22、絞り跳ね枚数が9枚で、最短撮影距離が 29.5cm ということで 105mm なのに加えて 29.5cm まで近づけるので結構大きく撮れるんですよね。それがこのレンズの最大の魅力かと思います。で、最大撮影倍率というのが、これは1倍、まあ、等倍ですねになってまして、レンズの中には例えば 0.5 倍とかあとは、まあ、0.25 倍とかまあいろいろあるみたいなんですけれども、まあ、中でもかなり大きく撮影できるというようなレンズになっています。でフィルター径が 62mm、重さが 710g となっています。価格は、今 Amazon で8万円前後で販売されています。はい、ということで、まあ、細かい話はここら辺にしまして、いくつか、写真と動画と作例撮ってきましたので、それを皆さんに見ていただきたいと思います。それではどうぞ。ということでいかがでしたでしょうか。シグマの 105mm マクロ、撮ってみてめちゃくちゃいいっすね。これやっぱりあの今までこう表現しきれなかった接写、その近くのものをまあ大きく写すっていうことがまあできるようになると、撮影者としてはやっぱ新しい世界が開けるというか、あの今までとは違う感覚があって、そのめちゃくちゃ楽しめました。はい、でいくつか感想をまとめてみたんですけれども、そもそもまあこのレンズ、まあ僕がねそのマクロレンズっていうことを一生懸命あの説明させていただいてますけれども、まず根本的にこの 105mm っていうその中望遠のレンズということで、シンプルにその中望遠の表現っていうのができるっていうのがまず根本的に大事なことかなと思ってます。でもしまたその中望遠の単焦点とか、まあ、持ってないって方がいらっしゃったら、あの1本目このレンズおすすめできると僕は思います。あの今まで何本か、まあ、85mm ぐらいの中望遠試してみたんですけれども、あのそれらのレンズともその表現力という意味でもあの全くこう引きを取らないようなあの表現だなっていうのは使ってみての感想でした。でしかもこのレンズならそれらのレンズよりもよりこう寄ったあの大きめの表現ができるっていう意味では、まあ、二度おいしいと言いますか、もちろん細かく言えばそれぞれのレンズの特徴とか、まあ、良さとかあるんですけれども、まずはその大雑把に中望遠での撮影ができるっていうことと、あとはそのマクロより寄った撮影ができるっていう、この2つの、美味しいところを味わえるっていうのがこのレンズかなっていうのはあの使ってみた感想です。でまあここまで行って話は戻ってくるんですけれども、やっぱなんといっても寄った時の絵ですよね。まあ、一言で言うとその質感みたいなものを表現するのにめちゃくちゃ適したレンズなんじゃないかなっていうのは使ってみた感想です。でしかもやっぱり写真とか動画で大事なのってやっぱ肉眼で見る世界とはその違う世界っていうのを伝えられると面白いと思ってもらえるんじゃないのかなっていうのは個人的に考えているところでもありまして、その人間の目ではその日常的にはその捉えることができないそのもの自体の魅力みたいなものを、まあ、この、マクロレンズを通して、伝えることができるんじゃないかなと、そういうふうに思っていて、このレンズを使ってこの近くで撮ってみていろいろと試してみたいなと、今日改めて思いました。例えばですね、まあ、自分の服なんですけれども、こういう服を撮るときにも、例えばこの素材感みたいなのを伝えたいときに、ぐっと寄れるんですよね、このレンズなら。
例えば木一つとってもそのある程度離れた場所から景色としてその木を押さえる、その表現ももちろんありなんですけれども、マクロレンズでもう寄れるだけ寄って、例えばその木の表面の質感だったりとか、実はその苔が生えていたりとか、まあ、そういったところもちゃんと捉えられるレンズだなっていうのを思いまして、そういうのがその写真とか動画のその作品の自分の表現の中にちょっとでも含まれていると、また全体的にこう見え方っていうのが変わってくると思いますので、このレンズを使いながらその自分の作品の幅を広げていけるような、まあ、そんなレンズなんじゃないのかなっていうのは思ってまして、結構可能性を感じております。はい。で、まあ、ここまではね、褒めてばっかりなので、まあ、このカメラの、まあ、今一つな部分というか、正直ですね、そこまで使ってて、今一つだなって部分はあんまりなかったんですよね。それぐらいいいレンズだなっていうのが、まあ、今のところの感想なんですけれども、まあ、強いて気になる部分を挙げるとしたら、まあ、例えばもうシンプルに手ぶれですね、例えば動画なんですけれども、そもそも中望遠のレンズなので、しょうがないことだと思うんですけれども、やっぱある程度手ぶれはします。なので、まあ、写真はある程度シャッタースピードを上げてもらう。で、動画に関しては、まあ、止まったものを捉えるとか、まあ、そういった表現が、まあ、この中望遠機では比較的多いと思いますので、まあ、基本的にはそういう使い方になっていくかなっていうのは使ってみて改めて思いました。で、オートフォーカスなんですけれども、個人的には使ってみて、めちゃくちゃ遅いっていう感じではないんですけれども、まあ、比較的、今まで使ってきたそのソニーの G レンズ、G マスターレンズに比べてしまうと、やっぱある程度こう、ぐーっと、ピントが合うまで時間がかかるなっていうのは、まあ、ちょっと思いました。まあ、繰り返してしまいますけれども、まあ、そこまで気にするほどじゃないかなっていうのを思いますし、先に言った G レンズ、G マスターレンズとは、もう、やっぱ単純にこう、価格が、それより、こっちのレンズの方が安いので、まあ、そういう部分でも、目をつぶれる範疇かなっていうのは、個人的には思ってます。なので、まあ、そういう感じで、新しい表現してみたいって方は、このマクロレンズ、もう、めちゃくちゃおすすめなので、はい、ぜひ、試してみていただけると嬉しいなと思います。はい、ということで、今日の動画はこの辺にしたいと思います。もし楽しかったよ、ためになったよっていう方はぜひチャンネル登録、いいねなどいただけると大変励みになります。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。